先日までで、災害時に最初はまず身を守るっていうことをまず自助共助の必要性を話して、それから、実際に自分の身を守る方法とか、で次は今度自助じゃなくて共助ということで周りに怪我人がいるとか、ああいう時の対応っていうのを話しました。で、それでも危険な時っていうのはやっぱり避難しなきゃいけないので、今日は避難っていうお話をしたいと思うんですね。なんだよ避難なんてもう語り尽くされてるよとか、そんなの分かっとるわいっていうふうに思われるかもしれません。あるいは逆に今、コロナになってこの新型コロナの中で、さらに避難所行ったら3密になっちゃう、どうするんだっていうんで、逆にもう一回このコロナの中での避難っていうのは最近ちょっとまた新聞やテレビやいろんなところで、触れられるようになったりもしてますよね。で、その話題は、いろんなところでされてるし、中林先生も結構されてらっしゃるし、そこではなくて、もう少し私が言いたいのは、避難するのかしないのか、避難ってどんな時にするんだっけ、いろんなことを考えたくて、よくものを報告したり考えるときに 5W1H って英語では言いますね。いつ、どこで、誰が、何をって、こういうことを考えたいと思いますね。で、今日はこの避難に関して、なぜ避難するの、避難する必要あるのってことですね。なぜ避難するの、じゃあそれいつするの、今すぐ、それとも今日中、明日でもいいの、全然時間軸が違いますよね。それいつ避難するの、じゃあ今あなたどこにいるのって、そのどこにいるかの事情によっても避難するかしないか違うので、 from where、 どこから避難するので、そうすると当然 to があって、どこへ避難するの、それから誰が避難するの、本当に家族全員が避難する必要があるのか、マンションの人が全員避難する必要があるのか、それともいやいや一部の人でいいのか、誰が、これも違うはずです。それから、どこへが決まったら、あと何を、どうやってと、いうことで、車椅子でなの、歩いてなの、それとも車で避難するの、どうやってっていうのも違います。そして、何を持ってということがありますね。何を持ってというのは持参品ですね。何を携帯して手持っていくのか、これだけ考えることたくさんあるんで、避難というとなんとなく日本人の今まではちょっと急にこのコロナとの話題が出てから避難所に行くだけが避難じゃないって急に言われるようになりましたけども、ついこの間までは避難イコール避難所に行くことっていうふうに思われてましたので、必ずしもそうじゃないよっていうことを考えたいと思います。じゃあですね、まずは当たり前よく言われてる地震というですね、なぜって地震だから、地震が起こった、で どこから自宅から、自宅にいる場合ということで考えたいと思いますが、自宅にいる場合に地震が起きた、まずは机の下潜るわけですね。机の下潜りました、出てきました、周り見渡しても特に家族に怪我人もいません、みんな無事ですということも分かりました。火もついてないし、天ぷらも揚げてないし、特に火の元も危なくもないということも分かりました。さあ、ここで避難するかです。以前であれば地震だといえばすぐ家の外に出てたわけですね。小学校だったらば地震だといえばグラウンドに集まってるわけですね。じゃあ皆さんも地震だといえば家のそばの避難場所に、まずすぐ集まるんでしょうかということです。今日お集まりの方ではもう大丈夫だと思うんですけど、すぐ地震だ、揺れが収まったら家を出て避難場所に行くよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。さすがにいらっしゃらない。あ、いた、岡田さん、ま驚きの岡田さん、どうぞ。絶対なんか理由がしっかりあるんです。安否確認をね、はい、地域でするという、そういう前提で、まあ、避難場所で、うん、そういった報告に行くという、そういう意味合いで、はい、なるほど。じゃあご自分が避難してるわけじゃないかもしれないですね。そういう意味ではないです。はい、はい、さすが、期待した通りでした。ありがとうございます、はい、さて、そうすると地震の場合では避難しないわけなので、じゃあ地震の時に避難する場合もあると思うんですが、それはどういう時か。当然家が危険な時ですよね。今いる場所が、例えばもうすごく古いとか、それから企業さんで、私さっきそのアドバイスしてるって話をしましたが、地震だイコールすぐ避難しろっていうマニュアルになっているのが未だにあります。それはどういうところかというと、倉庫とかですね、工場とか倉庫です。オフィス系、事務所系は、
よっぽど何かその耐震補強もしてないような事務所に人を働かせること自身がもう論外ですけれども、ですからそれは原則的にはない、私のお客さんのレベルではそういうことはないんですけれども、工場とか研究所それから倉庫というのはその建屋自身がやはり危険なので、まずは一旦避難というところが多いです。倉庫は高く物が積み上がっていて、いつ崩れてくるか分からない危険性、それから、倉庫というのは建物が結構弱く作られていることが多いですね、トタンで簡単な梁にトタンだけみたいなところもありますから、そういうことで逃げる。それから工場、これはあの機械が動いていて上にも配管があったりして、何かが漏れると危険な薬液とかボイラーの湯気がふわーっと熱湯が湯気が飛んでくるとか、そういうそこら中に危険があるわけです。ですから一旦逃げる、ガスが漏れてるかもしれない、誰もそれ匂いが分からないと気づかないかもしれないというと一旦逃げるというのがあります。それから、研究所、これも同じですね。その研究所のタイプによります。非常にきれいな危険物も使ってない研究所は構いませんが、薬品をやっている研究所とかそういうところというのはやはりこれは工場と同じ理由で一旦は逃げるというようなことが多いです。じゃあご家庭の場合で避難するというのはどういう時でしょう。地震で避難するとするならばどういう時ですかね。基本的に考えられるのは、まあ、火事は後で火災そのもので考えるとして、やはり地震が起こって揺さ結構メキメキ言った、心配だな、かなり揺れたなといった時に、机の下から出てきて見てみたら、ひびが入ってる、ぐらぐら言ってなんかメシッと言ってるとかですね、そういう時は危険。天井の上からスルスルってなんかもう砂が降りてきてると、スーッとひびが入ってスラスラスラ降りてきてるとかですね、そういう時は危険です。ひびといってもですね、壁これちょっと一般人なかなか分かりにくいかもしれませんが、家を支えている構造体か単なる内装、隣の部屋と仕切ってるだけの壁かって、これちょっと違いますよね。ベニヤ板を張っただけ、パネルを張っただけの壁、これがひびが入っていても、それは危険、逃げる必要はありません。ですけど、梁とか柱となっているコンクリートを固めた部分ですね。でコンクリートを、まあ、何かに、鉄筋にコンクリートをさらに固めてるかもしれませんが、そうしたもので家を支えているというところでのコンクリートにひびが入っているところが、危険かもしれないので、一旦避難をして、専門家に見てもらって大丈夫ですよって言われるまでは入らないようにしておく。こんなことはあるかもしれません。さて、地震の場合はそんなことでいいと思うんですけども、地震の時はよく語られているから置いておきまして、じゃあ地震の時にただ避難するとすると今みたいな理由ですから、じゃあ今みたいな理由で避難したとするならば、いつ戻ることになるでしょう。火災だったらば消えて消火活動が終わって、まあ、一軒全焼しちゃったら話は別ですけれども、まあ、ぼやで済みましたと。一旦は危ないから出ますね。一旦危ないから出ますけれども、でもそうではなくて、地震で出る理由は今考えましたよね。家が倒壊するかもしれないと思って出てるわけです。そうじゃない限り基本的に出る必要はないわけです。家が倒壊する危険がある、怖い、また揺れた時にはあのタンスが倒れてきてしまうかもしれない、さっきは平気だったけど相当もうこれ危ない、ちょっとこの家にいるのはもう怖い、今んとこ家持ってるけどもう一回余震があったらこれ持たないかもしれないと思うからいられない、そんな心理で逃げるはず。そういう心理で逃げてる人っていうのはいつ戻るんでしょう。いつその家に入るんでしょう。検査をして状態を見てくれる建築の人とかに検査をしてもらって大丈夫だっていうことが分からなかったら戻れない。そうですよね。ですから、ということは基本的にはそれは今日中の話じゃないですね。明日か明後日かあるいはもっと時間かかるかもしれないし、検査してもらってダメだってことになればさらに長引くわけですから、基本的には何日とかもう以上の期間、もしかしたら1週間、2週間もっとかもしれないということになるので、まあ、何日かは別としてはっきりしていることは、つまり寝泊まりをする避難になるということです。一時避難するのではなくて、地震の後避難するときっていうのはもうこの家にいるのは危険だ、だからよそのとこで寝泊まりするということで避難することになるので、だから寝泊まりできるところを考えなきゃいけません。
で、そう考えたときに皆さんはどこに避難しますか。今まで一般的に言われてたのは、はい、避難所ということだったんですね。避難所です。避難場所っていうのは、あれですよね。その一時避難場所っていうのは公園で一旦さっと集まって、さっき岡田さんがおっしゃった近所の皆さん無事ですかっていう点呼を取る。ああ、よかった、みんな無事だったっていう集合場所。で、集合場所じゃなくて避難所っていうのは、いわゆる、学校とかの体育館だったり、まあ、教室開けてくだされば教室だったり、公民館だったりっていう行政、自治体が指定した避難場所。そこは屋根があって、基本的には災害があっても大丈夫だという構造体になっているということを確認された、確認されているはずなんだけど、避難場所が耐震制度を十分ではないというところが時々見つかったりなんかして問題になってますけども、まあ、原則としてはそれが安全だからそこに行くという話として、そうするとその時持っていかなきゃいけないものっていうのは、何日間か過ごせるものですよね。何日間か過ごせるもの。で、今これは地震を考えました。地震を考えたので、自分の家一軒の話ではない。広域にわたって当然揺れたわけで。で、自分と同じようにいるのは怖いと思って避難場所に行く人がたくさんいるわけで。そこには人が溢れるわけで。で、社会全体が、地震っていうのは広い社会全体が被災しているので、なかなか役所の人も来てくれないし、物資も届かない。だから、避難場所は、鍵は開いて入れたとしても、そこで必要なものが、いろいろと支援の手が差し伸べられるようになるのは、3日後ですよ。3日後。という設計になっています。3日経てば、自衛隊が行きます。3日経てば、政府がいろんな他の県から物資を用意したものを自衛隊やその他のものを使って運び込んでいって避難所に配っていきますと。ということですね。だから3日間は自分が持ってきたもので過ごしてください。なので避難所に来るときは3日分の食料や水を持って来てください。だから昔からある銀色のリュック、非常用持ち出し品と書かれたあのリュックは3日分という設計になっていると。こういうふうに言われてきたわけです。結構重いリュックになるけども、3日分は持たなくちゃっていうふうになってましたよね。これが従来型の今までずっと言われていた避難イコール地震だ、家が危ない、だから避難場所に行く、3日分は必要なものは持ってこいというふうになってました。ここはメインストリート。ですから、割と説明しなくても皆さんの今までのイメージそのものだと思うんです。で、今日はそれだけじゃないでしょうっていうお話をしていきたいんですね。で、今話が火災っていうのが出たので、火災の場合を考えましょう。火災です。火災の時避難しますか？この間消火器の使い方の時ちょっとお話をしました。火を見た途端に、はい避難ではなくて、火事だと言って、周りの人に119番通報を頼んで、そして消火器などを使って初期消火をしましょうと言いました。ボヤで消せれば、これで消せれば避難の必要はないわけです。ですから火事を見たら、火事イコール避難ではなくて、火事を見たら初期消火を行う。消し止める。これが原則ですよね。ですけど、残念ながら消火器で消せるのはどこまでかというと、この間言いましたね。膝から、まあ、せいぜい腰の高さまで。ですね。それ以上超えると、もう消火器では基本消せません。で、腰の高さを超えたら、消火栓ですよ。消火栓は、ホースをガーッと消火栓の元のところから伸ばしてきますし、すごい勢いの水が出ます。で、結構もう燃えてるわけですから、消せないかもしれないし、そこは水浸しになるし、そして消火活動の時にもすごい湯気と場合によっては有毒ガスが出てきます。もうそれほど燃えてるとですね。ですから消火栓での消火を試みる時には消火活動を行う人以外は避難です、ね。で、家庭においての話ならば家庭に消火栓はないですね。マンションはちょっと別ですけど家庭に消火栓はないですから家庭で自分で消そうと試すのは消火器レベルまでですね。消火器までです。で消火器で消せなければ避難。まあ、これが原則だと思います。屋内消火栓があるっていうのはマンションとかビルの場合ですから、それは自衛消防隊たちが
屋内消火栓を使って、今の消火栓を使った水でジャーって消火をするわけですけども、ご家庭においては消火器、あるいはバケツでジャバッとかけるぐらいで、試みるけど、いや、残念ながら消えない、腰の高さで高くなっちゃった、これで避難です。いいですね、避難です。ごめんなさい、一つ聞いてもいいですか。はい、どうぞ。消火栓って、私、マンションなんですけど、はい、消火栓がマンションについている。見ました見ましたあるはずです。結構大きなマンションなので、はい、あるはずなんですけど、もしその避難訓練でその消火栓を出してみました、はい、自分たちでしまえるものなんですか？ホースを干さなくちゃいけません。はあ、なので、業者さんがやる、例えば企業とかで訓練をするときは、その業者さんに訓練用のホースを持ってきてもらって、決まっとくホースは汚したくないので避けといて、訓練用のホースにつなぎ替えて訓練します。でマンションだとそれをやるのは普通1階でしかやらないと思います。1階での消火栓をつないで、どこかエントランスとか何か駐車場でその日車どけて、水まけるっていう方向に水をまくというような訓練をすると思うので、いくらなんでも屋内でやることはないと思うので、屋内で水をまいた訓練はしないと思います。なんかじゃあ、もしそういう訓練をやるとしたら、その訓練をしてくれるその業者さんに持ってきてもらうっていうイメージってことです。防災センターとか管理事務所はあるんですか？あります、あります。あ、それは自主管理じゃなくて業者さんがいるんですか？はい、あ、はい、業者さんが、だからなんていうの、日本ハウジングとかそういうの、はいはい、であとはそのこの間 AED の講習とかをやってくれたのは、そのなんだろう、まあ、AED を置いている会社の人たちが来て、はい、でなんか、はい、やってくれたって感じだったんですけど、はい、消火器のやつはやらなかったので、でも実際起きた時用にやった方がいいなって思ってて、ちょっと見てみないとわからないんですけど、屋内消火栓が住民が皆さんが使うための、そこにホースがついていてボタンを押してバルブを開くと水が出るという消火栓なのか、そうではなくて、ちょっと専門的な話になっちゃいますけど、連結消火栓といって、そこにはホースはなくって、水も上がってこない。つまりポンプがないんです、下に。ではなくて、消防車が来て、消防車が消火活動しますよね。で、その消防車のから繋いだホースで、上でホース水まけるのは、せいぜい 3回とかぐらいまでなんです。3回、4回ぐらいまでなんです。それより上に行くときには、その消防車を、マンションの入り口によく消火栓という口があります。で、そこに消防車とのパイプ水道管とそれをつなぐんですね。で、下に地下から消火栓、水を吸い上げる消火栓と、それからで消防車のポンプの力でその連結消火栓つなぐと、マンションの中の配管を通って水が消防車のポンプの圧力で上がっていくんです、うん、で、そうすると消防隊の人はそこの管のホースの接続はしなくてよくって、例えば7階で消火活動したいと思ったらホースを持って7階まで行けばいいです。7階まではそのあらかじめ建物の中でつながってる排水消火の管で上がってきてくれる。それで7階にある消火栓の口を開いて自分が持ってきたホースをガチャンと差し込むと、そうすると水が出るっていう、それで繋いだから出していいぞって言って下に無線で頼むと、下の機関員っていう消防車のところにいる人がバルブを開いて送るぞって水を送ってくれるんです。そうするとガーッと出てくるんですね。だからマンションの場合ね、そっちの可能性は、それの場合だとそれは消火栓っていう口はあるけど、正確には連結消火栓で消防隊のためのものなので、住民の方が使うものではないです。開けてみるとね、形状によって違うんですね。形状によって違うんです。うん、わかりました。じゃあそれを調べておいた方がいい。
うん、それを管理会社の方に聞けばいい。これ私たちが使うものなんですか、まあ、もっと言うと すぐ見たかったら今日この話終わった後ガチャッと蓋開けちゃえば分かりますけどね。あれ開けたからってなるわけじゃないから実は。そうなんですね。うん、あの点検とかってテープが貼ってあったりするからすごく開けるなオーラがすごい出てますけど、うん、なんか怖いですよね。実は見れます。開けてそこにホースがあれば自分たちが使える。ホースなくてただ口しかなかったら、あ、消防隊のための口なんだってわかります。すいません、ありがとうございます、はい、でも訓練はもし自分たちが使うものだったら訓練した方がいいので、みんなでやろうって決めて管理会社にお願いすれば管理会社の人が教えられるか、あるいは彼らがそのうちの業者を呼ぶかしてくれると思います。消防署でも教えてくれますよ。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ火災の場合、ね、避難するかどうかです。で、腰より上まで火が上がったんで、これは危ないということで避難しましょうということになります。さて、この避難はどこへ避難しますか？お家が火事です。消火器使ったんだけど消えなかった、まだ燃えてる、さあどこへ避難しましょう。もうそうこうしてるうちに消防車来ます。消防車はとっても早く来ます。救急車と消防車と走り方違うの分かりますかね。消防車の方が急いでます。ガンガン飛ばしてきます。ガーッと来ます。で、消防隊がもう来たので、はい出てくださいって言って避難されます。奥さん、お家の中、もう、他誰かいませんか？何人いたんですか？私だけです。とか、私と子供と二人です。じゃあもういませんね。って、こういう確認があります。ね、で、奥さん、外に出ます。ご家族、外に出ました。この後、どうなりますかね？まあ、基本的には、まず見てますわね。で、隊長さんがいろいろと聞きに来ます。何がありますか？とかね。お家の構造を聞きたいと聞こうとしたりします。どうなってますか、2階は、なるほど、とか、いろいろそういうこと聞いてきます。何かガスとかありますかとかね、いろいろとこう聞いてきます。で、そういうのは終わって、まあ、1時間ぐらい経って、そんな経ったらもう全焼しちゃうから、そんなかかんなかったしましょうね。でも、ちょっと家にはいらんないなっていう感じなのか、まあ、入るかです。じゃあ、今まず、外で話してるって言いましたけれども、これ避難したことになりますから、ですから、火災の時に腰まで火が上がったっていう時の避難っていうのは、どこかあったら家の外ってことです。家の前です。路上です。避難先は路上です、ね。家から出ただけ。メラメラ危ないところから離れるだけ。これが避難です。いいですよね。で、消えたから大丈夫ですよって言われたら戻るわけです。じゃあその時持っておきたいのは何ですか？お金。お金。その時さっき用意しておいた地震用に用意したリュックありますよね。非常持ち出し品って書いてあります。3日分の食料だなんだ、他にこれも入れとけって書いてあったからサランラップも入れました、洗濯品もあった方がいいよとか、ゴミ袋もあった方がいいよとか、なんかいろんなこと書いてあったからいろんなの調べてたくさん入れました。重いリュックになりました。はい、それ持って出ますか？皆さんそれどこ置いてます？結構大きくなっちゃうんですよ。3日分の食料だの水は何だのって言われるから重くなっちゃいます。で、地震で家が崩れそうになるほどの危険ってなかなかないですよね。人生でそんなの2回も経験したことってみんななくて、大体一生に1回あるかないかです、ね。そうするとそんなものどこに置いておきます？当然だん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 押し入れの奥行きます。だん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 ね。買った頃はすぐ出せるようにとか思ったかもしれないけど、それが1年、2年、5年、10年経っていくうちにだん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 奥行きます。でその奥行っちゃうからだんだん賞味期限の点検もしなくなっちゃってやんなきゃなと思いながら眠ったまんまで、まあ、こういうことになるわけです。そんな押し入れの奥にあるものを今火事だ、もうダメだ、危ないぞ、外逃げようって時に押し入れから引っ張り出します？出せないですよ。そんな人いません。じゃあ火災の時に持って出るための緊急持ち出し品ってのは何なんでしょう？原さんおっしゃった、じゃあお金ね。はい、いいですよ。他には通帳とか印鑑。以前はね、みんなね、慌てて枕、なぜか枕もね、寝てる時に枕と財布とかね、印鑑だけ持ってきてると通帳がなかったとかね、まあ、色々とありますけれども、だいたい印鑑、通帳、財布、まあ、あと冗談で枕ってこう言ってます。
最近ほとんどというか、私が火事現場で例えば消防団の時に、家から出てきた人が絶対持ってるもの、携帯、そうです、スマホ、携帯絶対持ってる。でそれで家が今火事でさとかで何か話してます、誰かと話して、携帯持ってますね、まあ、それはいい。他にそれじゃあ携帯だけでいいですか、今のうちに考えてください。充電器、はい、ん、あ、携帯充電器と携帯充電器、はい携帯のそのポータブル充電器みたいなの、はい、絶対持ってきて、はい。他にはお薬、うん、持病の薬、持病の薬毎晩飲まなきゃいけないね、常備薬、そうです、そうです。他にいかがですか。そうです、まだ必要なんですね。うん、それがないと困るものがあった方がいいんですよね。例えば今、メガネかけてらっしゃいますよね。はい、あ、ね、メガネ、うん、でメガネかけて出れたらいいですけどね、メガネかけて出れたらいいけど、慌てて出たとか、あるいは消火活動やってる最中に慌てちゃって割れちゃったとか、うん、ね、そうなった時にメガネがないと困りますよね。じゃあコンタクトの方、ね、コンタクトの方は今日そのまんま家すぐ戻れればいいですよ、戻れないかもしれない、うん、ということなので、消えたらいいですよ。ぼやで終わったので、消してくれたので、台所あたりがちょっと天ぷら油こぼれて、台所がびしゃびしゃになっちゃいました。でも消えました。まあ、それで外には止まらないですよね。やっぱり自分のお布団で寝たいから、台所はびしょびしょになっちゃったけど、今日はとりあえず寝室には戻って寝ると思うんです。でも残念ながら消えませんでしたと、ということになったと、いうことになると、半床以上したらまあ戻るなんてまずありえないですよ。まずありなし、家びしょびしょだから、そうすると地元の自治体が避難場所を用意してくれます。どこか近くで行けるとこありますかって聞かれます。まあ、誰々さん家行くからいい、実家行くからいい、隣にすぐ近所にお母さん住んでるからそこ行くからいいからなら結構です。いや、ないんです、困りますって言ったら自治体が公民館とか開けてくれます。まあ、もしかしたらホテルを手配するかもしれませんが、まあ、多くはそれこそさっきの避難場所ということで、公民館とか市役所の中の会議室だったりとか、そうしたところを開けてくれます、ね、どっかそういうのを手配してくれます。お弁当もくれたりします。朝ごはんもで、多分晩ごはんが出て明日の朝もパンが来ると思うんです。毛布を出してくれると思います。貸し布団も手配されると思います。その避難、地震の時の避難とは全然違います。地震の時の避難場所っていうのは、もう役所の人は1日経っても来ません。まあ、よくて明日の朝来るかなぐらいの思った方がいいですね。役所の人は来ないので、とりあえず逃げた人たちの中でどうするとか言いながら、なんかみんなでわさわさする感じですね。ですけど、火事の時っていうのは、あなたの家だけが被災者です。自分だけが被災者なので、他の人はみんなで世話してくれます。ご近所さんも世話してくれます。よかったらうち来ればって言ってくれるでしょうし、いると世話してくれます。ですから携帯の充電器そんなに困らないと思いますよ。借りればいいです。借りればいい。あ、携帯うちで充電していいよって言われるし、市役所のとこ行きました。で会議室貸してくれます。すいません、私 iPhone なんですけど iPhone 充電したいんですけど、ああ僕の持ってくるか待っててとか、誰か探してきてあげるから、まあ、こんなにいいし、まあ、もしあったらコンビニ行けば売ってるんでコンビニ行って買えばいい。地震の時はもうそんなものはもう30分もしないで全部売り切れちゃいます。水も売り切れ、携帯充電器もバッテリーも全部売り切れになっちゃうから、そういうものを備蓄しとかなきゃいけないけど、火事の時っていうのはそれはいらないよってことです。自分の家だけが被災していて、ご近所さんも町もみんないつも通りです。みんなで助けてくれます。火事で大変だねって。だから用意した方がいいのは、ともかく自分の身を守ることと家族の身を守ることと、そしてこれは自分にしかないよっていうものです。だから薬です。まあ、それも明日になれば処方箋手に入るかもしれないけど、今晩飲まなきゃいけない薬はさすがにちょっと手に入らないですよね。だから薬、メガネ、明日メガネ屋さん行けば手に入るかもしれない、コンタクト用品も買えるかもしれないけど、とりあえずぴったり自分の度に合ったものはちょっと今晩は手に入らないでしょう。それ困っちゃうでしょうから、やっぱりメガネ、何か買い替えた時に少し度が合わなくなったから買い替えた時に それを捨ててしまわないで置いとくといいと思います。ごめんなさい、かけ直します。ごめんなさい。
失礼しました、だからそういうメガネとか、要は、自分にしかないよっていうものです。でかつそれがないとどうしても困るんだよっていうものをは用意しておいてほしいので、大した量じゃないと思うんですけど、ちっちゃなポーチとかちっちゃなバッグでいいので、それをすぐ持ち出せるところに置いておいてほしいんですね。どこですか？勝手口。火事だって時にどっから出ます？玄関。まあ普通玄関から出ますよ。火元がどこかによりますけど。だから玄関に置いておくのが一つの手。が、あるいはやっぱり火事の時に出遅れてしまう、逃げ遅れてしまうと寝てる場合が多いから、じゃあ枕元に置いとこうか。枕元に置いとこうか、それとも出口の通り道である玄関に置いとくかなどが置き場所として理想的で、そうしたところに置いて出る。で、一旦避難は単なる家の外ですよと、路上ですよと。ただそのまんま戻れないかもしれないから、一泊して困るものを用意しましょうね。それを緊急持ちだし、私は非常と緊急分けてるんだけど、もう非常の3日分置いとける非常じゃなくて、緊急ってやつね。緊急持ちだしというのを考える。いいでしょうか。では次、洪水の避難、これもよく避難がありますね、避難勧告とか避難指示とか言葉がよく使われますが、こういう言葉が使われるときっていうのは大体、まあ、地震ではそんなにないですね。そんなにない。避難勧告、避難指示っていうのが出るのは洪水の場合、あるいは火山噴火です。で、洪水と火山噴火、洪水と火山噴火を右側に置くとすると、地震や地震や火災は左側です。何が違いますか？右側には洪水と火山噴火、左側には地震と火災。これ、全く性格が違います。右側は何でしょう？じゃあ、左側の地震と火災は何ですか？洪水と火山はどんどん時間がかかって蓄積されていく。はい、悪くなっていく。悪くなって。だんだん悪化していく。そうですね。だんだん悪化していく。その通りです、地震と火災は突然起きます。突然バンと来て、そして、起こった、まあ、瞬間といっても多少長さありますけど、起こった時に被害が出ます。あとはひたすら復旧していくばかりですね。戻っていきます。ですから突然来て、突然その時にバンという爆発とか、バンというわけじゃないけど、ボワっていう火災とか、グラッっていう地震で何かが壊れたり、怪我をしたりっていう被害が出て、で、それに対して対応していくわけですよね。という、これが緊急対応です。緊急事態です。起こってから対応していきます。それに対して、洪水と火山噴火というのは、これは突然起こるのではなくて、先に情報が来ます。先に情報が来ますね。御嶽山のようなところの山頂に山の家に今いるとか、非常に私は火山噴火のふもとに住んでるとか言うなら話は別ですけれども、基本的には一般の方っていうのは登山でもしてるんではない限りは、火山の突然の襲来ってのはないです。そういう火山噴火があったというニュースがあって、それがこの先ひどくなるのかなっていうことのいろいろと報道がされて、で、まあ昨日ボンと吹いたけども、以上で終わりとか、これだん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 悪化していきますよっていうことなのかとか、いうことがたくさん報道がこれから始まってきます。で、いろんな火山学者やがいろんなことを言ったり、いろんなワイドショーにもいろんな先生方が急にたくさん湧いてきて、いろんな人たちがたくさんいろんなことを言って、それで吹くっていう人もいれば収まるって人もいたりとかしながら、気象庁はその辺の中間でちょうど当たり障りない最大公約数的な話をするという中で、我々はどっちなんだよ、どうしようどうしようって迷いながら、避難するのしないのって迷うっていう、こういう生活がこれから今日も明日も明後日も続くんですね。これが火山で、洪水もある意味似てる。まあ、台風だと進路という非常に分かりやすいものがあって、でこれが発表されますけど、もう少し西日本豪雨みたいに台風ではなくて低気圧だとちょっと分かりにくいですよね。今も時々降ってますね。この間の土日も結構大きな雨がバーンと降ったりしましたけども、
こういう低気圧、台風の接近じゃ進路がないやつだとちょっと分かりにくいですけども、でも今気象庁はすごく進化していてですね、ちなみにこの洪水っていうのは、増えてます。昔から日本っていうのは水が多いから当たり前じゃんって思われるかもしれませんが、データを取ると明らかで、ここ10年ごとぐらいこう比較していくとですね、明らかに1980年代、2000年代、この2020年という中で、だいたい3割ずつぐらい、こう、50ミリを、1時間で50ミリを超える豪雨となるような雨量の回数というのは、20年で3割増しずつぐらい増えてきています。どんどん増えてきています。で、異常気象が増えています。で、異常気象、それから、温暖化によって、大雨と大雪というのが増えているので、気象庁がこの5年ほど前からですね、新しいステージに入ったということを言ってまして、いろんな情報発信の仕方を変えてきています。2つ理由があって、1つはその今申し上げた豪雨が増えてるから、もう1つの理由は IT が進んだから。以前は、テレビ、報道しかなかったし、市民への伝え方っていうのは報道しかないし、報道を通して逃げてくださいっていうのは自治体が言うわけですけれども、自治体が、避難勧告をしたり避難指示をして、行政に避難しろと言われたらみんな避難するっていう、こういう状態でした。しかし今はインターネットがありますので、もっと細かい単位で、何々市とか何々区という大きな5キロ10キロの範囲ではなくて、1キロメッシュみたいな形で情報が出るようになってですね、それから大雨警報とか、強風の警報とか、土砂災害の警報とか、この警報というのは、基本的には2時間後。2時間後に設定した敷地。例えば雨ならば何ミリ以上の雨とか、風なら秒速何メーターの風とか、いうのが各地域ごとに違うんですけども、地域ごとに決まってますが、その敷地を超えるようなものが、起きますよっていう、それが2時間後にそうなりそうだってなると警報で出るんですね。2時間しかなかったんですよ。これじゃあちょっと準備できないっていうことで、今では、3日前とか5日前から警報が3日後出るかもしれませんよ、その可能性が高いですよとか中くらいですよっていう警報が出る可能性っていうのを出すようになったんですね。こうしたものがもう3日前とかから出るようになって分かります。テレビので喋ってる気象予報士さんってそういうのを見て喋っていて、今週末は大雨になりますよとかね、今週末はちょっと皆さん気をつけた方がいいかもしれませんねとか、こう言ってるのはそういうのを見てるんです。だからそれを見てれば注意を し始めなきゃっていうことは気づくと思うので、3日前からやっていけるわけですよ。3日前とか早ければ5日前から分かってきます。で、だんだんその情報が精度が上がってきます。3日前より2日前、2日前より1日前、より精度が高まってきて、より細かいメッシュになってきます。最初は23区って言い方だったり、神奈川県東部って言い方だったのが、それがだんだん平塚市っていうふうに、2日前になると平塚市に絞られてきます。で、当日になるとそれが1キロメッシュになってきます。1キロメッシュってことは、つまり何々市何丁目まで分かりますよね。もう自分の何丁目の地域にいよいよこんな降るんだとかって分かってきますから、そうするとそれが、上からの大雨が降るよっていうことなのか、それとも地面に耐えきれなくなって裏山が崩れるよっていう土砂災害が起こるよなのか、それとも川が、あるいは地表がコンクリートがそんな雨量を吸い込みきれなくって、それで地表に溢れるよ、それか川から溢れるよ、こういうのの危険が1キロメッシュで出ます。あなたの家のそばに川からの洪水が来る可能性がここまで高まってますよとか、あなたのところで降ってる雨が地表に染み込みきらなくて溢れますよと、こういうのがもう分かるようになってですね、ですから自分での判断が随分できるようになってきます。それを当日の何時間前とか、あるいは前日とか2日前とかから分かるんです。で、そういうのも分かるようになったということを今知っていただいて、気象庁とかいろんな気象会社のサイトを見て、で、自分で緯度経度を入れたりとか、地図上で場所ここってれば、そんだけより詳しいのを見れますから、そういうふうに見てほしいんですけども。では、すごい豪雨、台風19号の時でもいいですし、そういうもう過去50年にもないような記録的な豪雨が迫ってます、来ますよって言われました。
さあ、3日前何かしますか？避難を考えたいと思いますけども、3日前から避難する方なかなかいないでしょうね。2日前どうですか？よりその精度が高まって、ほぼ確実に明後日は荒れそうですと言ってます。避難しない。何かすることありますか？2日前で土のうの確認と、そうですね、うん、はい、あとはその私の場合はマンションに入らないための土のうの確認と、あとは入ってきた時のための家の前にその置く段ボールと大きなビニール袋。はい、そうですね。備蓄はどうですか？食料とか水とか飲料水とか、なんかあの結構この今回コロナで家にいる時間がすごい多くなったじゃない、はい、備蓄してたものすごいあの使っちゃって、で、まあね、これを機に使ってよかったんだけど、このちゃんと貯めとかなきゃだって今すごいね危機感があるでしょ。もう普段から貯めとこうと思ってる、その急に起こった地震の時のための備蓄っていうのは、うん、まあ、3日分のものっていうのを急に持ち出しても平気なものって、どうしてもこれは5年間持つとか長く持つようなものを詰め込んでいきたいって言ったら仕方ないと思うんですね。で、今のものはいつ来るか分かんないじゃなくて、あさって来る台風って分かってるんですよ。あさってすごい豪雨で、そしたらまた全然出れなくなっちゃうかもしれないよとかね、そうなっちゃうと物流がしばらくストップして、スーパーに新しいもの入ってこなくなるから、しばらくコンビニ行っても何々がないかもしれない、何々がないかもしれない、その何々がないと困るなっていうものは買い足しておこうかなって考えたんですね。まあ、これも最近だんだんみんな知恵がついてきたので、台風19号の時、こんだけ言ってる専門家である私もちょっとガソリンが出遅れましてね、ずいぶん並んで前の日入れましたけども、やっぱりあの水を買っとこうとか納豆買っとこうとかね、みんなやるわけですよ。米買っとこうとか、生鮮品でいいわけです。何度も言いますけど、防災用品である必要はありません。3年間持つどうのこうのとか5年間持つどうのこうのじゃなくて、別に野菜でもいいんです、お肉でもいいんです、しばらくコンビニスーパー行かなくてもいいようなものを、明日明後日来週スーパー空いてなかったらどうしようかなっていう程度のものでいいわけです。そうしたものをちょっと多めに買っておくとか、明日買いに行こうと思ってた、明後日買いに行こうと思ってたものをやめて今日買っとこうって、その程度でも十分かもしれませんけど、ちょっとその程度の行動はしてほしいしっていうのを3日前とかからすればより安全ですよね。そういうことを急に前日にやるからみんな大変なことになっちゃうわけで、3日前2日前からそういうちょっとしたあの買い足しはしてもいいと思うんですよ。こういうことをしてほしい。はい、前日になりました。前の日です。どうしましょう？もう確実に明日来ますっていうのは、もう今九州とか相当ひどいらしい。もう西の方はやられ始めて被害も出てます。それが明日こっちに来ます。こう言われて。前日です。まあ、物資は大体皆さん確保しました。あ、窓ガラスとかを強化するぐらい。前日にね。はい。テープ貼ってもいいですね。避難についてはどうですか？皆さんの中で、全然まだ役所は避難勧告や避難指示何もしてません。何も出てない。高齢者避難準備情報も何も出てませんけども、さっき誰がって話をしました。家族全員がじゃなくて、誰がってことを考えたときに、その時にどうでしょうかね。もし ご自宅に、ちょっともう急に避難したりすることができないような足腰の弱っている、あるいは寝たきりのご老人がいらっしゃるとか、あるいは障害を持った方がいらっしゃるとかいう人が、今だったら別に避難所とかそんな厄介な話じゃなくて、ご実家に避難するとか、どっかの旅館、ちょっと温泉街行って、高台になる温泉街行って、旅館で悠々と温泉をちょっと一泊二泊泊まってもらってもいいじゃないですか。それが災害が迫ってから考えるから、もう逃げ場所もなくなって、で慌てていくから、その3密の体育館という避難所行かなきゃいけないわけですけど、それが早ければ余裕がありますよね。あるいは明日行くための予約を今してみたらどうでしょう。温泉旅館の予約を今日取って、明日になったら結構それもいっぱいになったりするんですよ。2日前から取って、
ちょっと離れたところで明日って前日ですね、まだ前日に悠々と普通の中で行けるっていう温泉旅館をお年寄りに取ってあげて、おばあちゃん明日ちょっと明後日温泉泊まりなよ、明日予約してあるからって、で明日になってより天気荒れるよって言ったら連れてあげるねって、予約を2日前とか3日前に入れる。で前の日になったんで、いよいよ明日来るなって分かったら連れて行く、で泊まらせてあげる。まだ余裕ありますよね。これぐらい余裕で動かせるよっていうことです。なんとなく地震で避難とかって切羽詰まってみんな狭い考えるし、なんとなく避難ってのは切羽詰まったもんだけど、今ぐらい3日前からそうやっていけば、3日前にやるから余裕なもの、2日前にやるから余裕なものっていうのはあるわけです、ね。3日前だから余裕で予約が取れる。2日前だから余裕で準備ができて、土のうも準備して、1日前におばあちゃんをそこ連れて行って、っていうようなことができると思うんですね。でそういう準備をしていただきたいな。それが、まあ、ペットでもいいですし、いろいろとそうしたものがあると思うので、災害弱者と言いますけども、そういう災害弱者の人たちを、災害が起こるその日にそこに置いとくから大変なことになっちゃうわけで、もう一歩手前で動きしましょうということです。でそういうことを考えて、まあ、行政は高齢者避難準備情報というのを出すわけですけれども、高齢者は避難が大変だから先にって言いますけど、まあでもそれも結構ね、台風19号で言うならば、私のところ二子玉川は夜中の23時に荒れましたけどね、夜中の23時に荒れましたけど、高齢者避難準備情報出たのが昼過ぎです。4時ぐらいから避難勧告です。ちょっと正確に言ってますけど、12時か昼過ぎぐらいに高齢者避難準備情報で、まだ晴れてるんですよ。晴れてますけども、今のうちに高齢者は避難させてくださいね。あるいは避難の準備をしてくださいね。4時ぐらいに避難勧告です。でも8時過ぎたら、警報です。警報になりました。そして、22時になったら特別警報で、23時土砂降りです。あ、ごめんなさい、23時で、堤防から水が溢れて、浸水をしたんですね。土砂降りはもう8時ぐらい、9時ぐらいから土砂降りでした。え、2時間で堤防越えてきたんですか？9時ぐらい。いいご質問ですけど、すごい、あれですね。それね、みんなそう思っちゃうんですね。で、ちなみに、うちのすぐそばの、お年寄りご夫婦には、私は、昼の高齢者避難準備情報というのは、まさに金田のためにありますから、あなたたち向けに高齢者避難情報出たよと。まあ、正直、もし言っちゃ悪いけど、すごい古い危ない家だし、もう、思いっきり地面だし、だから避難してくださいっていうことなんですけども、その高齢者避難情報出ましたよって言いますけど、まあ、わけらけら大丈夫よ、前の時もこうだったからって、全然動く気なし。しょうがねえなと思って。で4時ごろ避難勧告になったから、もう避難しましたよ。で市川さん避難するのって、いやうちはこういう準備してあるからうちは避難しませんと。うちはもう巨大な犬が4頭もいますしね、避難所なんか全然入りませんから、うちは避難しなくていい準備をいろいろとしています。避難しなくていい準備をしてあるんで、うちは避難しないけど、あ、じゃあ私たちも何かあったら市川さんに行くから勘弁してよと思いましたけど、ここで避難したで、8時半になってすごい雨降ってきたら電話かかってきて、市川さんやっぱり避難するわって、やめなさい今更っていうのに、まあ、結局避難しました。8時半に最悪、もう最もやっちゃいけないパターンですけど、逆に現実を見て大変私は悲しくなりましたけど、これかと、これが社会の問題だなってつづく思いましたけど、まあこれが現実ですわ。で、何言いたかったかっていうと、その人たちが23時30分、11時半に、もう一回電話あって、市川さん、迷惑かけました、戻ってきましたからって、戻ってきちゃったのってですよ。11時半ですよ。もう雨止んでるんです。11時頃やみました。やんだんです。でも私は逆に今度は今は戻るべきじゃないと思ってて、僕はその頃何したかったら、ヒヤヒヤしながら、お高知ダムの水位量の国交省のサイトをずっと見てました。もう確実に増えてたんです。で、警戒線のもうあと本当に何センチですよ。もうあと何センチで警戒、もうアウトっていうところの、あと何センチのところに行ってました。だから僕はいよいよ、あれ1時間に1回出てくるんで、次出てくるのが24時なんですけどね。23時でもうギリギリなんですよ。こんなギリギリ。次の時が24時でついに超えましたって言ったら、
放流されちゃうので、その放流されたものがドーッとして我々、下にいる人たちを巻き込むわけですな。だから今こそ逃げちゃいけない、いよいよ危険が迫ってると思っているときに逃げてきもう帰ってきましたって言われてびっくりしました。でなんでって言ったら、いやもうみんな帰ってますよって、そこにいる役所の人たちもみんな返してるみたいです。全然分かってない。今降ってる雨じゃないんですよ。8時の時にすごい雨だからこれはやばいと思って逃げてます。23時に雨止んだから23時半にはもうみんな今帰れば家の布団で寝れるからみんな帰ってきてます。違うんですよ。洪水っていうのは、川の洪水っていうのは上流から来るんです。ですから今そこで雨が降ってるかどうかなんて関係ないんですよ。上流からの水がどれほど来て、それを自分の近くの川は蓄えられるんですかっていう話です。それを見なきゃいけない。それは洪水、リスク指数ってのが出てるんで、それが限界値ギリギリになってますから、それが下がり始めたんだったらいいですよ。それが下がり始めてない、河川の洪水リスク指数って気象庁ちゃんと出してくれてます。それが下がり始めたら帰ってもいい。自分の家が避難する理由は何なのか、川が溢れるからだったら、それはそこで降ってる水の量じゃないです。我々のところで、今あなたがいるところに降ってる雨なんて、そこから下に流れていっちゃうから。だからそこに降ってる雨は関係ないです。だけど、コンクリートで、ジャングルで、例えばため池三能とか渋谷の八甲とか、ああいうふうに四方から坂が下ってきて、あちこちの雨がそこに溜まるわけですよね。だから八甲は川が溢れるんじゃないですよ。あそこは渋谷の周囲、青山だろうと、どこだとあちこちの雨が落ちてきます。ため池三能もそうです。六本木とか首相官邸とか、あちこち赤坂とか、あちこちからの雨が出てきます。なので、あんなすごいため池さんのって分かりますかね、首相官邸の真下ですけど、あんな都会のど真ん中、あそこで突然ゲリラ豪雨があると、いきなりタクシーがあそこで、水没して死んでるんですよね。死んじゃうんですよ。だからそういうところに自分がいますとか、住んでるんだったら、それは今降ってる雨がやばいです。一時間ですっごい数百ミリの、100ミリのゲリラ豪雨が降ったと、あっという間に、あーって言って、家の下が水が出てくるかもしれません。それが怖い地域なんだったら、それが怖いです。でも高台に住んでたり、坂道で、それなら全部起こっていっちゃうよって言うんだったら、その底に自分がいるんじゃないんだったら、上にいるんだったら関係ないです。でも近くに川があって、川のリスクがあるんだったら危ないです。逆に高いところに住んでて、山に住んでて、裏に裏山がありますと。これだったら土砂災害警戒区域に入ってるかどうか、その時に土砂災害警報が出てるかっていう、その土砂災害リスクが怖いです。だから住んでる家のリスクをあらかじめ調べておくことが大事。どうせ裏山の土砂が怖いの？それとも降った雨が地面に吸い込まなくて、都会の一等地のど真ん中に住んでるからコンクリートで排水が悪くてすぐ水が上がってきちゃうんだよっていう、それが怖いの？それとも私の家みたいに川のそば、多摩川のすぐそばに住んでるから川が怖いの？何が怖いかで違います。それでいつ逃げますかっていう話です。で、早く逃げられれば別に全然慌てないで悠々と知り合いの家に住んだり、どっかのホテルに遊びに行ったりです。私の家の隣の人は、さっきの隣の隣はさっきのおじいちゃんおばあちゃんなんですけど、お隣の人は40ぐらいの若いまだご家族なんですけど、皆さんでスーパー銭湯に逃げていっちゃうんです、車で。で、時々僕に電話かけて、市川さんその後どうすかと、まだダメ、ありましたってなんか向こうでみんなで温泉入って何してるの、子供はなんか遊んでるって言ってました。で、夜中の1時頃もう一回かけてどうすかって言うから、あ、引き始めたから大丈夫だよって言ったら、夜中の2時頃帰ってきました。なんか八王子の方までビーって言って、どっかのスーパー銭湯で半日 10時間ぐらい過ごして遊んできたわけで、みんな、ね、顔色よく楽しく過ごして帰ってきました。いいんです。それも避難です。だから避難って言ったっていろんな避難があるよ。そうなってからじゃない、緊急じゃない、早め早めの余裕を持ってやる避難があるし、誰が避難するか、高齢者だけを逃がす、弱者だけを逃がす避難もある。ペットだけを逃がす避難もある。それでだんだん避難して、最後一番丈夫な人は家をギリギリまで守って最後避難するのかもしれないし、
誰がっていうのにも順番があるだろうし、何がっていう火災なのか地震なのか洪水なのかによって避難するタイミングも全然違う、避難場所も違う、持っていくものも違うということを考えていただきたいなということで、今日は避難ということを考えました。まあ、途中でもいろいろとご質問ご意見いただきますけど、一応今日お話したかったことは以上なんですが、何か皆さん全体を通していかがでしょうか。先ほどですね、避難所から皆さん帰らしたっていう、その時に行政の方がいたっていうふうにおっしゃっとったんですけれども、最低限危険度分布の情報だとか、そんなもんぐらいを知らなかったのかというのが非常に不思議な気すらするんですけれども、そんなレベルなんですかね。火災の時に世話をしてくれる役所の人は防災課の方だと思います。ですから、それなりに情報を知ってます。ですけれども、洪水とか地震とかっていう時には、役所、全部署を挙げて割り振られるわけですね。納税課の方かもしれないし、何でしょうね、経理の人か、就職し、あっせの人か、全然防災のぼの字も知らない人が、今急に避難所に来て、はい、これマニュアルだ、やれよって言われてます。まあ、年に1回の訓練で、避難所開設訓練ぐらいはやってればいい方です。結構いい方。で、避難所の運営してる。だけど、その時のリスクの評価の仕方までは、これなかなかね、防災関係者しか知らないんじゃないかな。どうですか、北谷さん。ね、きっと知らないですよね。北谷さん、ミュートになってる。なかなか知らないと思います。あ、聞こえた？はい。うん。あんまり知らないと思いますね、やっぱり ね。うん。そこまではちょっといくらでも無理ですよね、役所の人に期待するのはね。まあせめて最低限防災課が総合指令室となっていて、そこと連絡を取って、それで、もう皆さん帰りたいって言ってますが、帰していいんでしょうかって。いうようなやり取りをしてちゃんとやっていくぐらいだったらありがたいですけども、うん、なんかですね、その地震の時のこう自分には判断がつかないようなことを聞かれてるならいいんでしょうけども、晴れてたんですよ、11時半って、うん、もう火の星が見えてるんですよ、うん、だから普通の人だったら、でみんな帰れって言ってれば、そうだね、今帰ればまだ間に合いますねって、もう役所の人もね、何の疑いもなくそう信じて、いや、自分も帰りたいしね。やっぱり残念なことに、本当にこういう機会を増やして、もっと皆さんの防災力っていうのを高めていかなきゃいけないと思いますし、マスコミ、NHK さんとかも毎回そうなんですけど、マスコミの方と話すんですけどね、マスコミの中にも、その災害担当っているわけですよ。うん、で、災害のそういうのについてのノウハウをいろいろと教えるんですね。で、教育も積んでます。積んでるんですが、現場にやっぱり火災とかだったら慣れてるそっち系の環境の人行くんでしょうけれども、大災害の時っていうのはもう全部朝から晩まで台風19号を流してますみたいな日っていうのは、うん、報道局のあらゆる関係の普段芸能をかけてる人も何もかもがみんな割り振られて、あの現場行け、あの現場行けって言われてるんですよ、うんうん。なので、行った先でね、やっぱりよく知らないですよね。うん、はい。そうすると、大体こういう時はこうだっていうのと、残念ながら、なるべくその皆さんに大変だってことを伝えなきゃいけないんだろうって思っているから、なかなかその現場に行った、例えば二子玉川にはNHK の若い記者さん来てましたけれども、うん、彼が立って最初の時に現場に来て、ここ今、二子玉川の交差点にいますって言ったら、まだ全然、地元の人がいたら、そこダメ、そこポジション違うよって、そのビルの裏に行かないと現場じゃないよなって、僕テレビ見ながら思いましたけど、教えだろうかと思ったけど。うん、でも、その時にその後現場でやっと着いて、こう、水が溢れてるとこ行ったわけですけども、そうすると何言うかったら、まあ、いかに大変かっていうことを必死に、嘘ではないけども、嘘はないけど、なるべく大変だっていう表現をしようっていう表現は私でも分かります。で、
二子玉川近辺の方、まだ避難していない方、この後もどうなるか、はだんだん増えてきます。命を守る行動を取ってください。直ちに命を守る行動を取ってくださいという、もうテレビからガンガン言ってるんですよ。うん、全くそんな気分じゃなかったですね。あれニュース見てる人は大変なんだけど、その後も大変です、私に。二子玉川に使う大変だなと。どこにいるんだって、まだ避難してて、何やってんだお前とかって、すごい怒られてましたね。ダメだ、避難しなきゃ、テレビすごいやってるぞとか言って、まだ家にいるのか信じられんみたいな感じのことを言われて、全然違うんだよと、うん、いうことを言いましたけど、やっぱりマスコミっていうのは、別に悪いって意味じゃなくて、マスである以上、マスで捉えるし、広い方に伝えるから、どうしてもピンポイントな性格を、ことを小分けに伝えることは、メディアの特性上できないということは、これはよくよく理解しておかないといけないな、つくづく。19号の時も改めてまた思いました。大体災害のためにいつも思うんですけども、台風19号は自分自身が初めて避難勧告の対象になったので、その対象になってみて、よく分かりましたね。はい、先生、一つ聞いていいですか？伊藤さん、最近手を挙げてたかなと思うんで、伊藤さん、どうぞ。いいですか、お先に。あ、どうぞ、いいです。さっきからものすごく気になってるんですが、聞こえますか？どうぞ。はい。外がものすごく苦になってまして、うち南側がベランダになってまして、南から北、ちょっと西方向に、雲の流れが非常に速いので、さっきから非常に心配してまして、で、ベランダが南側ですから、そちらから風が吹いてるんで、皆さんの、お家の周りは、どんな、状況になってるのか、もし分かれば教えていただきたいなっていう。まあ、僕は名古屋市の南区ですから、伊勢湾台風直撃のあった地域なんで、そういう意味合いで非常に、風とか、雲の流れに、ちょっと敏感なんですわ。で、そういった意味合いで、ちょっともし皆さん方が、ちょっと外へ出て、今こんな、私とかこういう地域だけど、こんな状況ですよ、なんていう情報が教えていただけると、これやっとった甲斐があるかな、みたいな感じがして、で、ちょこっと手を挙げさせてもらったわけです。なるほど。こういったことって必要じゃないかな、っていうふうに思いました。市川さん、どう思います？その情報共有って本当とても大切で、おっしゃる通りだと思います。で、例えば、レーダーチャートとか、そういうのを見ていただくと、どういう動きをしているかって分かりますよね。で、今伊藤さんおっしゃったように、今日は南からすごい風が強いじゃないですか。で、私は東京の世田谷です。東京の世田谷で、夕方、この番組始まる前の6時台に犬の散歩で多摩川の河原にいましたけど、もう家内と二人で立ってんのがちょっと苦しい。僕は立ててたけど、家内は飛ばされそうだって言ってるぐらい、すごい風でした。すごい風です。ちょっともう風だけでも何か飛んだり壊れたり、看板が飛んじゃってとかいうのは起こるかもしれないぐらい、すごい風、ちなみに吹いています。で、その時にちょっとこの後、確かに伊藤さんからのご質問ですから、皆さん、ご自分とかどこでどうかという話していただきたいと思いますけど、一つ大事なのは、今日のこの悪天候っていうのは、これは確実に南から来てますよね。南西から東へと、西日本から東日本へとこう移動していっているので、ですから、伊藤さんの名古屋の伊藤さんにとって、東京の私の情報は役立たないです。で、伊藤さんがどうだって、テレビではあんな言ってるけど、とんでもない、うちなんかこうだよとかって言ってくれると、私には役立ちます。で、それがどういう時特に役立つかって、例えば、スザンやったりとか、ネットワークの人たちは、基本的には農家のですね、人たちでネットワーク作ったんですけどね、北谷さんよくご存知の富田さんが作ったネットワークで始まったんですけども、その農家の人たちのその情報ネットワークをやると、気象がこうだだけじゃなくて、要はビニール、例えば名古屋で伊藤さんがね、うちのビニールハウスぶっ飛んだよって言われると、そうすると、えっと思って、じゃあ、東京の僕も農家やってて、ビニールハウス持ってるとするならば、ビニールハウス、今日外しとこうかとか、
それとか明日収穫しようと思っていたブドウをね、リンゴでもいいんだけど、もうちょっと早い、明日の方が高く売れると思ったんだけど、明日じゃ危ないから今日早めに収穫しようとかって、そういう話っていうのは一般の気象天気予報じゃわからんのですよ。農家の人の経験なんで、自分のちょっと南とか西にいる農家の人の話聞きたい。で、それを2日前に、昨日九州の農家でこんな被害が出て、それが勢力を弱めることなく名古屋まで来て、名古屋の伊藤さんのところの畑もこうなっちゃったって話聞けたら、さすがに僕はもうこれはやばいと思って、もう今から用手して明日への備えをして、例えばこういうことになるじゃないですか。そういう情報共有がとっても大切だと思うんですよね。で、生の情報だから大事なので、まあせっかくなので今他の皆さんは、伊藤さんより南西なのかどこなのかということと、ご自分の周りはどうかをちょっとじゃあ一つずつお話しいただいて、北西さんはいかがですか？うん、北西さん。はいはい。はい、北西さんとこの、場所は平塚ですね。平塚です。はい。外の状況はいかがでしょう？現在ですか？はい。今。まあ、ちょっとこの始まる前ぐらいでもいいですけど。始まる前ぐらいはね、良い天気ですね。ほう。風は？風なし。あら、風なし。うん。なんでだろう。なるほど。うちは強かったです。風あるの今。うん。じゃあ、原さん行ってみましょうか。原さんは？うちはですね、今日午前中。場所はどちらでしたっけ？うちは東京の渋谷です。ね、で、庭に出してあったテントが、午前中風が強くて、東側にあったテントがなんか飛ばされて、で、大事なアジサイの上に乗っかってきちゃってたちょっとやめてと思って、もうテント一生懸命畳んで、で今このちょっと風強い中、今日はちょっと外で寝てみようかな、感じで思ってる。早朝、それって何時ぐらいですか？朝、あ、朝っていうと、午前中の10時とかそれぐらいですかね、10時、それぐらいです、それぐらいです。その時間帯、名古屋は、きれいに晴れてました。そっかそっか、じゃあもうちょうど風がこっちに来た時だったってことですかね。そういうことですね。うん、面白いですね、そうやってね、場所をこうやって移動してくる、名古屋とこの東京の間のあたりとかがね、分かるとまた面白いですよ。そう、若干私のところがですね、名古屋から30キロほど東なんですけれども、で今現在は風もなく穏やかな状態なんですね。で、雨も今日は、4時から5時ぐらいの間にちょっと降ったぐらいな感じで、降ったんですね。パラだったんですけど、まあ、ちょっと濡れたくないなっていうぐらいの感じでは降ってきましたね。まあ、いよいよ梅雨かなという。うちのかみさんがパートから帰ってくる時間の少し前、2時半ぐらいから大雨。え、そうなんですか？はい。で、この時間に降ってくると、うち、かみさん帰ってくると、電話かかってきて、迎えに来いって言うかもわからんので、準備しとかなあかんかなと思ったら、小雨になったんです。3時頃に。で、まあいいかと思っとったら、またパラパラっと降り出した時に帰ってきて、怒られましたけど。でも面白い。そしたら、あれですね、伊藤さん家から岡田さん家に行く間に雨雲がちょっとずつ少なくなって東京には来なかったっていうパターンです。ね、風のその雰囲気で考えると南から北へ向かってて、で、風が西に回ってるっていうことはそのまま北へ上がってるんですよ。じゃあもっと上の方に、この位置が前線に沿っていくので、要するに太平洋側を沿っていって上へ上がっていくので、そういう感じじゃないのかなっていうふうに僕は考えてますけど、市川先生はどう思います？
私がよく見るのは、気象庁の高解像度レーダーっていうサイトを見るんですけども、これご覧になってますかね。はい。今見ると、ナウキャストですね。ナウキャストですね。伊藤さんは、あれなんでしょう、名古屋なんですよね。はい。そうすると、今これ動かしてると、これ見えますかね。あ、ダメか。あ、そうか、これは。多分、背景があるから見えないのか。気象庁の何ですか？ナウキャスト。はい。今、紀伊半島のあたりがちょっと色がいっぱいついてます。パソコンで出してる方はそれを共有してくださってもいいけど。あ、出るんかな？スマホだと。あ、ありがとうございます。今ね、黄色で、赤も出てません？あ、雨の方は出てますね。はい、雨は出てます。見ると、これ、岡田さんとこ、9時15分から半か10時ぐらいにかけて、やばそうっすよって、はい。ええ、ちょっと黒いかもしれない。伊藤さんがそれで、そうそうそう、真っ赤ですもん。あ、本当です。紀伊半島です。岡田さん、危ないんじゃないの？いえ、まあ、屋根ついてるから大丈夫と。で、これ今、再生ボタンを押すと動くじゃないですか。はい。だからスポットで見るんじゃなくて、動きで見ていくと、そうするとさっき原さんが言った、あ、でもだんだん落ちていくな、なのか、いや、降ってはまた強まり、降っては強まりすると、やっぱり今日みたいに30度いった日だと、温度が高いから、海水からの水温がどんどん上がってるわけですよね。だから、雲が落としても落としても、また地面からの水蒸気をどんどんどん水蒸気とか、海からので、また栄養補給をするので、次から次へとなかなか勢力を落とさないで来るわけですよ、成長しながら。落としても落としてもちゃんと補給が来るから、次から次へと。これは強いっすよ。もうじき伊藤さんちじゃないかな。あと30分くらいな感じに見えるけど。うん、なんか、私いつもヤフーを使ってて、ヤフー天気。うん、あ、ヤフージャパンのその天気のやつ。それも、なんかその雨雲っていうところを押すと、例えば今のすごい雨が降りそうなところ、それ拡大して地域広げられる、こういう感じで見えるか。あ、見えた。はい、うん、それって静止ですか、今だけ？これは、いや、これも時間遅れるんですよ。前も、はいはいはい、1時間前からこうやって。で、広さはどれぐらいまで広くできる？その自分家の1キロメートルぐらいまでこういける？あ、1キロ目。あ、拡大できますよね。できます、できます。結構。あ、結構いきますね。結構いきます。どれぐらいなの？あ、これなんか住所分かっちゃいます。だから私なんかは、その犬の散歩行くときに、10分でいいから止んでくれるなら、その10分の間にパッとトイレ行かせようと思うわけですよ。でその後すごい豪雨でも、豪雨でも結構雲を見るとデコボコしていて、あ、ここ一回切れるって分かると、うん、そうすると今もうちょっと待って9時半になったら10分だけちょっとやみそうだなというか、まあ、最悪小雨だなと思ったらそこまで待って9時半からザザッと行って10分でスッと戻ってきたりとかって結構やったりするときにいつもそのナウキャスト見てます。でも4頭連れてくの大変ですよね。それは大変なんですけど、すごい勢いで4頭で行ってますよいつも。帰りたいのに帰れないってことはないの？大丈夫です。みんなさっと帰ってくれる。協力はしてくれるんです。ごめんなさい。清美さんもさっきなんかご質問あった。はい、その前に今の伊藤さんに対する情報提供できそうな、さらに伊藤さんより西にはいない。清美さんどこにいるの？いや、私は九州、北九州なんですよ。感染の。まあコロナ大変じゃないですか。あ、そうなんですけどね。今日は一人っていうことで。ちょっと安心してる。雨降ったんですか？じゃあまだ分かんないですね、潜んでる。いや、もう今日雨っていう感じだったんですけど、全然降らないんですよ。で、風もひどくなくって、なんかもう天気になっちゃって、庭に水まかないといけないって言って、まいたぐらいな感じで、全然ひどくないんですよね。だから、そんなにひどかったのかなって感じですよね。それから3日か4日来るんです。日本海側じゃなくて、今回のやつは太平洋側をずっと来てるって感じですよ。ああ、そういうことですか。先生にさっき聞きたかったのは、洪水、
はい、もう遅くなるから悪いんですけど、先生が今散歩に行かれるときに10分間の合間っていうのはこのナウキャストの中でわかるんですか？うんうん、ナウキャスト。犬を散歩に連れて行く時間が10分半でしょう。さっき言われてた。はい。それはこのナウキャストの中でわかったんですか？あ、結構ナウキャスト見てますね。まあナウキャストだけではないですけども、はい、結構ね、自分の肉眼で見てる空模様とナウキャストの情報を常に付き合わせてるんですね。あ、そうするとナウキャストには雲がないのにこっち曇ってるじゃんって言うと、あ、これぐらいの雲はこのレーダー捉えてないなって例えばわかるし、でそういうのとも付き合わせしながら、だいたいこう来てるのか。で結構雨が、その今日の今岡田さんが出してくれたやつは今日の動きは分かりやすくって、西から山西から確実に進んでくるし、だいたいその再生ボタンの時の進み方のスピードを見れば、伊藤さんち行くのは9時半頃かなぐらいまでだいたい分かるわけですよ。だけどそうじゃなくて、ゲリラ豪雨とか夏になるとその場で雲ができてその場で落ちたりするんですね。その場で、今のみたいに南西からだんだん進んでくるんじゃなくて、台風とかそうやって進行してくるから分かるんだけど、その場で急にできて、要は地上の夏なんかは地上の水蒸気をその場で吸い上げて、でそれが溜まってそのままドカーンと落として、こうゲリラ豪雨ってこういうのが来るわけですよ。これは分かんないですね、読めないです。すごく裏切られる。それでなんかあの、なんですかね、洪水の時にあのこれぐらいしかもうあの余裕がないぐらいにいっぱいだったっていうのはどこで分かったんですか？ああ、二子玉川は、それはね、河川の、まず ダムの水位は、これは国土交通省が出していたり、ダムの管理で出してますけど、まあ、そのダムの名前を入れればサイトがすぐ出てきます。あ、そうなんですか。はい、あ、知りませんから。ありがとうございます。そう、もし川の近くに住んでらっしゃるなら、その川の上流にダムがあるかっていうのをまず調べて、いつも自分にとって気をつけた方がいいなっていうダムがあるようだったら、そのダムの水量を見ると。それから川が近くにあるんだったら、川のリスク指数っていうのがあります。河川洪水リスク指数っていうのがあります。リスク指数ですね。はい、これは気象庁、はい、気象庁に入って、気象庁のトップページに入ると左上に災害情報っていうタブがありますから、災害情報、はいはい、その災害情報ってやると、その次のところに注意報警報っていうのがあって、その下にいろんなリスクがあります。土砂災害リスク、浸水リスク、洪水リスクと。だからご自分の家を調べて、ハザードマップ見ましたか？北九州って言いますが、ハザードマップがあるんで、今すぐね、これ終わったら、北九州市ハザードマップって入れてもらえば出てきますから、はいはい、それ見て、自分の住所見たら、あ、うちは川が氾濫したら洪水浸水しちゃうんだな、なのか、それとも、あ、裏山があって、それが崩れるリスクなんだなとか、その何が危険なのかって分かります。それが分かったら、その危険について、さっき言った気象庁の情報を常にウォッチして気をつけると。こういう。あ、 ありがとうございます。そこまでできたら、もうテレビのニュースなんかよりも全然しっかり我がのリスクが分かるようになりますから。ありがとうございます。初めて聞きました。勉強になりました。、はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。伊藤さん、その後どうですか。窓の外は今日は少し落ち着いてたんですが、やっぱりあの雲の流れみたい で、うん、でさっきは雲が、雲だっていうのが分かったんです、まばらで、うん、だからどっち流れてるのかがよく分かった。で今さっきって変な言い回しですが、あの今覗いたらもう雲が完全に空を覆ってしまってるので、どちらへ流れてるのかがわからない。だから風、うちやっぱりあのちょうどこの右側の反対側が3階建ての小学校で、でうちが3階建てなんで、このベランダへ吹き込む風ってのがその
体感的には上を吹いとる風とは違うので、正直どちらに風が流れてるのかっていうのが、実際雲を見ないとわからないんですが、雲が完全に空を覆っちゃってるのが今の名古屋市南区の状況なので、ちょっとわからないかなっていう。ただ、風が少し強くなってきたのは強くなってきましたね。あのカーテンのこう揺れ方が、さっき落ち着いてたのがまたこう強くなってきてるので、今日寝るの大変だなと思って。あのむせっとしてる風が入れれないという、そういう状況なんで、どうやって寝ようかなと思って、あの怖い、神さんの顔でも頭に浮かべながら寝ようかなとか、いろいろと考えてますけども、そんな痛いな状況です。はい。まあ、確実にそうですよね。夜だと空見ても分かんないから、やっぱり今、衛星のこのレーダーの情報って出てくるので、さっきの雨雲の話もあれもありますけど、風向きっていうのも出てきますし、風の強さも出てくるので、黄色とかオレンジとか強くなった赤い矢印がバーッとどっち向かってるかって、それも見れるので、ぜひ夜なんか特にそれご覧になるといいかもしれないですね。でもまあ、さっきのナオキャスト見ると、ほぼ残念ながら、全然励ましになりませんけど、この後、伊藤さんのとこ、ほぼ確実にひどくなりそうだから、よくよくお気をつけいただいて準備された方がよろしいんじゃないかなと思います。ただ、ああいうその画面で見るのと、実際に今自分がどちらを向いているのか、そういったところがなかなかこう頭の中で整理ができないっていう方が結構見えると思うんですね。うん、で、そのナウキャストで見ると、雲はこう動いてるんだけど、実際自分が例えばその東京は東だからといって東を見てるとなんか違うよなとか、なかなかこうその日本地図っていうのは日本の位置っていうのは難しい位置にあるもんですから、雲の流れとそれから自分そのそういうその画像で見るのと実際に自分がいるところから見る、その目で映る、その目で見てるものとの、このギャップをなかなかこう、揃えるのが難しい。うん、あの車の運転のあの、進振動と一緒で、ピタッと合えばいいんだけど、通り過ぎちゃって合わないっていうところが、なかなか、興味のない人には理解ができないなっていうのは、時々感じますけど ね、うん、はい、私もよく近所の人に犬の散歩の人に僕が今から出るよって流すと、じゃあうちもってみんな結構真似するんですよ。でそんなのこういうとこでサイト出てこういうの見ればいいじゃんって言うけど、やっぱり見ないんですよね。言ってもやっぱりそれ見ないし、石川さんに言われたの見てみたけどよくわかんないとかやっぱり言われます。で僕も別に気象の専門家ではないので、ただまあ、犬の散歩が必ず出なきゃいけないし、どんな豪雨だろうと絶対出ないとおしっこしないんで、必ず出さなきゃいけないから、すごく天気を気をつけるんですけども、それを見たときに、自分のおっしゃるように、ここの状況については、自分の肌で感じる湿度とか、見えてる方が絶対いいですよね。肌で感じる風とか湿度とか、そういうのはすごく重要だと思うんですけど、それと、自分では見えない、日本広い範囲とか向こう側の話とかっていうレーダーと常に付き合わせして、自分の感覚とレーダーと毎日毎日ちょっと付き合わせてると、だんだんレーダーを読めるようになってくるっていうか、こういう時のこの動きってあんまり当てにならないんだよなとか、こういう時って大体この後この通り来るよなとかだんだん分かってくるんで、別にレーダーが嘘つきなんじゃなくて十分ではないから、それを自分の感覚と付け合わせると生きた情報になってくると僕は思いますけど、やっぱそこは努力がいるとは思うんですよね。日頃からの努力はいると思うので、急に聞いて急に分かろうって、それはだけどパッて見てよく分かんなかったってかって言ってるけど、そんなに一気にはね、でも積み重ねが大事だから見てるとやっぱだんだん分かってきますよね。自分家については少なくとも分かる。僕は全国の気象予報はできませんけど、ここはどうなのかと、二子玉がどうなのか最近かなり分かります。いやだから多分、その市川さんの近所の方が、
市川さんが犬の散歩に出かけるときに、その、あ、市川さん散歩に出るぞ、犬の散歩に出るぞ、あ、なんか犬にカッパ着せとるぞ、あら、行くんだったらうちもちょっとカッパ着せて行った方がいいぞ、要するに、そうその人を判断にしてしまうということが、こう周りの人ってそういうこ形になっちゃうんですね。なるほど。あの人は詳しいから、うん、あの人がやるんだから、あの人の真似しよう。はいはい。っていう、要するに、自分で調べようとしないっていう、うん、まあ、方が結構多いので、うん、はい、まあ、そういう意味合いでは、市川さんも責任大変だなとは思いますけど、これから頑張ってください。わかりました。はい。時間になりました。一応今日はここまでですが、最後どうしてもっていう方が何かあれば、いかがでしょうか。勉強になりました。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。